長谷川豊の本気論本音論チャンネル。さあ今日はですね、本気論本音論チャンネルでこういうことをちょっとやってみたいなと思うんです。杉田水脈さんの話ってもう使い古されてる感じがして散々話されてるので今更感が半端ないんですけれども、僕この話はちゃんとやっとこうかなというふうに思っていたのが動画配信チャンネルのうちのいくつかの理由の配信しようかなと思ったうちの一つなんですけどね。杉田水脈さんの論文、自民党の杉田水脈議員ですけれども、結論から言うとね、杉田水脈議員の論文を批判してる人は多分文章をちゃんと読めない人だとは僕の意見ですけど思います。杉田水脈議員を好きとか嫌いかっていうと、僕は正直言ってあの人のことはあんまり好きではないです。というのも典型的な議員バッジコレクターなんで、もう日本維新の会にすり寄りました、次世代にすり寄りました、結局議員バッジなくなりました、そしたら次はもう安倍晋三君を総理にする会の副会長のアパホテルの元谷会長にすり寄っていきましたみたいな、あのアパホテルっていう ホテルあるじゃないですか。あのトップがね、元谷敏夫さんっていう会長さんがいるんですね。ですごい保守的な人なんですけど、元谷さんは昌平塾っていう政治塾をもう精力的に全国で展開していて、その昌平塾で講師として喋ってたのが僕です。でその時生徒でいたのが杉田水脈さんなんですけれども、まあその元谷会長はね、北陸出身なので、まあご自身の地元とかでですね、温泉旅行とかをよく企画していたんですけど、もうその時に浴衣姿でピタッと横に元谷会長の真横についてずっとお酌をして会長ってやってたのが杉田水脈さんです。それを知ってるから個人的には、でその元谷会長が安倍晋三君を総理にする会の副会長だから、杉田水脈さんはそのトップダウンで中国ブロックの比例中国ブロックのあんないいポジションを、まあ、もらったんですけどね。なもう典型的な議員バッジコレクターですし、日本維新の会としてははっきり言っていい思い出のない人でもあったりするんですけど、お前はって言いたくなるところはあるんですけど、ただ好き嫌いはまあ是々非々ですよ。好き嫌いは置いといて、あの論文だけについて一応昔日本語のプロをやっていた人間として、判断をさせていただこうと思います。これは杉田水脈さんのあの論文に対して元日本語のプロとして言わせていただくと、批判している人は文章を解読能力はちょっとないなと言わざるを得ないです。これきついことを言いますけど、生産性が差別よみたいな、差別表現はねないと思うけどな。生産性がっていうのは切り取りのもう典型ですよ。一部分だけ切り取って。生産性っていう言葉は2種類の意味がありますので、まあ物を生み出すという、実際物質的なものと経済的な生産性っていう、経済生産性っていう意味があるので、その片方の意味、つまり経済生産性がないっていうのはおかしいっていうのはこれ理論としてはわかりますよ。でもその前の段階で子供を産まないっていうことを言ってるわけですから、LGBT のカップルが子供を産まないまでは一旦は事実なので、とはいえね、とはいえいかがなものかという文章の部分もありますよ。ただ全体として杉田水脈議員が何を言いたかったんですかと。もうなんで僕もこんな杉田水脈さんのことかばってるのかよくわかんないですけど、はっきり言ってあんま好きでもない人。でも、一応日本語を読み解く限りでは、はい、じゃああの杉田水脈議員のね、全文読みましたかって。皆さん全文読みましたかって。読んだ上で杉田水脈議員が言いたかったことを15文字以内でまとめなさいという、小学校か中学校ですよ。小学校か中学校のもし、国語のテストが出たとしたら、皆さん15文字だとどういうふうにまとめます？生産性っていう言葉使います？使わないですよ。生産性なんかこんなもん。長い文章の中でもう、完全に端っこの端っこですよ。内容からは全然外れてますもん。杉田水脈という国会議員が言いたかったことは、多すぎねってことです。いや、LGBT 報道多すぎねってことです。だからタイトルが、日本の LGBT 支援は度が過ぎるっていうあのタイトルになってるんです。で、文章ちゃんと読んでいただいたらわかるんですけど、一番最初エビデンス彼女出してますよね。見てますかって言いたくなるんです。読んでますかって。生産性がーとか言ってる人って間違いなく文章を読まない人ですよね。もしくは文章を読んでるんですけど、読解能力が絶望的に欠けてる人だと思うんですよ。杉田水脈さん、これね、手元にあるんだけれども。杉田水脈。LGBT 支援の度が過ぎるというタイトルで、エビデンスとしてはね、
一番最初から読みますよ。たった数行です。この一年間で LGBT がどれだけ報道されてきたのか、新聞検索で調べてみますと、朝日新聞260件、読売新聞159件、毎日新聞300件、産経新聞が73件ありました。7月8日現在ですと。7月8日現在ですと。キーワード検索ですから、そのすべてが LGBT の詳しい報道ではないにしても、おおよその傾向がわかるのではないでしょうかという文章から始まってるんですよ。度が過ぎて多くないですか？杉田水脈さんのことは1ミリも評価してないですけど、365日ですよ。365日で毎日新聞300件ですよ、1年間で。お前何日 LGBT の記事書いてんだよって話ですよ。お前何日 LGBT の記事書いてんだよって話ですよ。僕もこの最初の数行を読んだだけで、わかるかなっていうふうに言わざるを得なかったです。逆に何批判してんのかわかんなかったです。結局安倍嫌い軍団っていうのは、安倍大嫌い軍団っていうのは安倍さんのことを批判できれば何でもいいわけじゃないですか。だから安倍さんのことを批判できれば何でもいい軍団にしてみれば、安倍晋三君を総理にする会副会長からドーンと来た安倍晋三直系のいわゆる議員っていうのは叩けれるところあったら切り取っても何しても叩けばいいわけですよ。だからそれでフルボッコにしときゃいいわけですよ。それでもう F ワードつけたあんな汚い下品な言葉使ったり、安倍やめろって、もうそれこそもうインターネットだから言っちゃいますけど、ファックユーって書かれた言葉とともに杉田水脈さんの顔にバッテン書いたのをバーってやって、国会前でデモとか自民党本部前でデモとかやっちゃってるわけですよ。要は叫びたいんですよ。 LGBT 関係ないですもん。だってこれ誰に聞いても思いません？365日中1年で300件とか260件って多くないって言われたら、多いよねとしか言えないですよね。何がおかしいんですかという話です。で、実際問題、私は LGBT のことを批判したりだとか差別するっていうような思いは全然ないですよっていう文章がちゃんと文章中にあるんです。私自身は気にせず全く付き合いますよって。LGBT の差別なんて私は全く思ってないですよっていうのを文章にちゃんと書いてあるんですよ。逆に聞きたいんだけど、これのどこが差別文章なんですかね？読めないんですかね、文章。まあ叩けりゃいいんだろうなと思うんですけど。で、結局言ってることっていうのが、まあ何点かに限られるんですけど、まず日本はそもそも LGBT 差別なんてほとんどない方の国ですよっていうのが一点と、もう一つは LGBT って言うんだけど、 LGB と T を一緒にするなっていう、この二つが後半にあるんですね。まあ一つ目の、日本が LGBT に対して差別的ですか？いや、そうではないんじゃないですかという杉田水脈議員の問題提起に関しては 100% 正しいです。これは断言します。僕もニューヨークに2年半住んでましたけれども、ここまで世界中で、先進諸国で、マツコさん、ミッツさん、ダイアナ、ナジャ、もう僕と一緒にやってたんで、言えば、例えば、オスピー、古くは、もう、カルーセル、もう、テレビつければ、どっかに LGBT ですよ、みたいな。マツコさん、レギュラー何本持ってる？マツコさんに毎回差別コメント来るんですか？あんな気持ちの悪い LGBT を出すなっていうコメントが来るんですか？マツコさんにそのコメントが来るんだったら、マツコさんテレビのレギュラー今10本以上やってますけど。テレビつけりゃ LGBT。チャンネル回せば LGBT が出てくる。こんな先進諸国ないですよ。日本って LGBT めちゃめちゃ受け入れてる国ですよ。今画面見てる方々も LGBT に対してなんか差別意識ってあります？僕1ミリもないですわ。ああ、同性愛なんだ、へえ、みたいな。程度ですよね。ですよね。差別ってある？強いて言うなら同性婚がダメっていうことでしょ？この話ちょっとじゃあ後でしますね。でも、日本っていうのは先進諸国の中で冷静に比べれば LGBT に対する差別意識っていうのは極端に少ない国のうちの一つです。むしろキリスト圏の保守層の方々の LGBT への差別意識ってのは結構強いから、全然もう無宗教の日本なんで LGBT 差別意識なんてほとんどない方の国っていうのは単なる事実です。嘘だと言うんだったらテレビ見てくださいって話です。何人出てんだって話。で、もう一つの LGBT と言うけど、LGB と T を一緒にするな。これはね、難しいところなんですけど、
一定の理解はできます。ただこれに関しては杉田水脈さんが若干間違ってるところがある。なぜかというと、トランスジェンダー、いわゆるその性同一性障害というのは、そもそもレズゲイバイセクシャルっていうのと複合的に起こるケースの方が多いんです。これは取材すればわかる話だから、レズですよ、ゲイですよ、バイセクシャルですよっていう人は、ただの個人的な思考でしょ、個人的な思考でしょっていうのは、わかるにはわかります。わかるにはわかりますが、そもそも性同一性障害として、子供の頃からいじめられたりだとか、物を投げられたりっていう経験をしている人ってのは、もちろん、中にはいるんでね。少数派なんで。だからそう考えればね、一緒にするなっていう、杉田水脈さんの議員、論文の中で LGB と T を一緒にするなっていう一文があるんですけど、それはちょっと言い過ぎかなっていうのはあります。一向の価値はあるけどね、障害と個人的な趣味を一緒にするなっていうのはわかるけど、そもそもがこれって交わってる話が大半だから、それはちょっと そこまでちゃんと調べてないんじゃないかなっていう気はします、っていう気はしますが、全体論として国会議員が予算の使い方であったり、国会議論であったり、報道されている分量に対して意見を言うのは報道であり言論の自由の範囲と見ます。僕はそれは自由の範囲と見ます。だから杉田水脈議員の意見と僕はちょっと違うけれども、こういう意見があることは別に問題ないと思います。少なくともあんな汚い人の人権を蹂躙するような言葉と杉田水脈議員のパネルを用意して自民党前で規制と同性を発するよりは、少なくとも論に対して論で返せばいい程度のものだなというふうには思います。そして論文としては別にはーんっていう程度の意見だとは思います。ただ忘れてはいけないことは、杉田水脈議員の論文の中で彼女が一つ抜け落ちて書き忘れてる。で、書き忘れたために世間的にちょっと問題提起されてしまったっていうのは、結婚という制度についての意味です。結婚という制度は昔は家と家が結びつくようなものっていうもの、ニュアンスが多かったんですけれども、戦後結婚制度が大きく変わって一夫一妻制度に変わって、そこからの一番最初の結婚っていう新結婚制度のニュアンスであったり、本当の目的っていうのは単純に子供の保護っていうニュアンスがとても大きいんです。これは文章にちゃんと書いてある。もともと男と女がひっつくだけですよっていうだけだったら、女も彼氏と彼女でいいんですよ。名字も別々でいいんですよ。全然それで構わないんですよ。なんでわざわざ名字一緒にするんですか。海外でも一緒ですけど、なんで戸籍を一つに統一するんですか。これは単純に物言えない子供がどこを宿り木にしたらいいんですかというのを国として保障しましょうよという、根底の結婚ってのは男と女がするもんじゃないから、結婚っていうのは男と女がしてそうに見えて、そもそも後々生まれるであろう、戦後はね、子供を産むのが大半だったから、後々生まれるであろう子供の宿り木はここなんですよ。長谷川さんと山田さんが結婚して、長谷川という家になって、この生まれてくる子供の人権は長谷川家に系譜してるんですよっていうのを法律上を保障しましょうよっていうところがすごく大事なことなんです。杉田水脈さんは多分それ勉強してるとは思うんだけれども、書いてないんだよこれ。だから同性婚同性婚って言うけど、もともと別に子供生まれねえじゃんと。で、今事実上渋谷ドックとかに行ったら結婚と同等の権利は認められてんじゃん、ここでいいじゃんと。なんで1年間365日なのに300回も記事書いてんだよ、度が過ぎてないかっていう主張なわけです。結論から言うと、彼女の論理展開というのは別にありな範囲です。杉田水脈さんの人間性であったり、政界渡り鳥的な顰蹙同然の議員バッジコレクターのところは一旦置いとくとして、ぜぜひひでこの論文単体でどうなんですかと言わせれば、結論から言いますと、ほぼ問題ありません。部分的に意見違うところはあるけど、言葉の使い方とかいかがなものかなと思うところは多少あるけど、まあ僕のこの本議論本音論チャンネルを見てる人はね、こうやってバーッと僕が意見を言えるチャンスを得たので、こんなもんね、文字起こししたらもう多分5、6センチいってるはずなんですよ。とても書けないんでね。こうやって動画チャンネルだったらこういうところまでしっかりと言えるので、まあこうやって、発信していけるチャンスがあるのは、まあありがたい話なのかな、なんていうふうに思います。杉田水脈さんの論文を生産性がとか言って、
テレビで言ってる人を見かけたら、ああこの人文章を紐解く力もないんだなばっかだねっていうふうに思っといてください。それでほぼほぼ間違いないから。はい、以上。うわもうどんどん言葉がきつくなるね。大丈夫かな。はい、今回の本気の本音のチャンネルでした。皆さん、もしこの動画を見てですね、あ、いいんじゃないの、おちょっとまだ長谷川の意見聞いてみてよっていうふうに思う方はですね、僕は全くわかりませんが、どっかにあるお気に入りチャンネルとかいいねを押してください。僕はどこにあるのかわかりませんが、そしたら通知が行くはずです。よかったら押しておいてください。それでは。長谷川豊の本気論本音論チャンネル。私、長谷川豊が、本気で本音でズバッと世相に切り込みます。お楽しみに。